九州市は先月の豪雨で被害を受けた輪島市に派遣する職員16人の出発式を行いました。職員は被災した家屋の被害状況を調査し、速やかな罹災証明の発行につなげます。元日の能登半島地震では今年1月から5月まで延べ301人を派遣、輪島市全体の1割およそ3000戸を調査しました。今回も輪島市職員のサポートに力を入れます。大変疲弊されていると思いますので、我々がもう全面的にサポートして一日も早く輪島市の皆様の笑顔を見たいなと思っておりますので、頑張っていきたいと思います。北九州市職員は今月31日まで現地で家屋調査に従事するということです。